こんにちは深田静香です私は病的真面目を治すためにカウンセリングで競馬を教わっています今日も昨日の続きで2019年のフェブラリーステークスの時のお話をしますね私の仮想馬券は生まれんで3138318111118の6通り 本番では生まれんで500円ずつ買います。当日のレースは15時から競馬番組を見てました。うわ、あっという間にもうすぐ出走の時間だ。もし私が誰にも競馬を教わらずに今回のレースを予想したとしたら、インティ、コパノキッキング、ゴールドドリームの3頭で買ってたな。 人気の馬だけで勝負してたはず。まあ、これだったら勝つかもしれないけど全然面白みがないなザ真面目人間の人の飼い方だなやっぱり競馬には娯楽性も必要だよなそう思いながら見てました競馬初心者の私はススポーーツ新聞のスクラップノートを作ってます。そのノートとペンを握りながらテレビの前でスタンバイしてました 15時40分出走しましまたスタンバイしてた割にはスマホを触っている間に出走の音がしましたあやばい油断してたらもう出走だ出走の時のカシャって音が好きだなお序盤からやっぱり人気のインティーが来たかダントツだなどんどん後続を離してってる。 インタビューでケさんもインティーが g 1初勝利するならこのレースみたいなこと言ってたもんなこれに勝ったら g 1初勝利なのかおコパのキッキングは14番目か頑張れ菜々子ちゃん残り選んだ馬も気になりますゴールドドリームは真ん中ぐらいかモーニンもなかなかいい位置じゃないのかなこれは。 パパのキッキングとクイーンズ・サタンは候補か。頑張れ、ゴールドドリーム。君ならいける。上がってこいよ。そう言いながら応援してました。今日はこれで終わりますね。続きはまた明日お楽しみに。最後まで聞いていただいてありがとうございました。深田静香でした。また明日来ますね。